海と日本プロジェクト海で宝。那覇市半田川で創業46年を迎えた丸吉塩せんべい。名前の通り沖縄の天然塩を使った塩せんべいはウチナーンチュに愛され続けるロングセラー商品。スタッフが一枚一枚愛情を込めて焼き、外はサクサク、中はふんわりとした食感が癖になります。この伝統の味を守りつつ新しいチャレンジも。2017年には直営のカフェをオープンし、なんと塩せんべいを使ったスイーツを提供しているんです。当店では、昔ながらの塩せんべいに親しみを持ってもらうために、様々なメニューを提供しております。塩せんべいの温骨心を形にした、塩せんべいアイスがあります。薄焼きの塩せんべいとアイスクリームを一緒にした商品となっています。一番人気のフロランタンアイスクリームというのがあります。フロランタンというのは、塩せんべいをキャラメルでコーティングして、それとアイスクリームを融合させた商品となります。最後にです、塩せんべいとピザを融合してピザせんべいというものがあります。この伝統の塩せんべいに欠かせないのは職人の技はもちろんのこと、沖縄のきれいな海水から作られた天然塩。沖縄で採れた塩なんですけれども、岩の上でその天日干しにして、マグネシウムだとかミネラルがたっぷり入ってる塩を使ってますね。さらに2006年に発売され、県内で若者を中心に話題となったのが天使の羽。せんべいの製造過程でできる切れ端を袋詰めにした商品で、羽のようにふわふわとして口の中でとろけるような食感。わざわざこちらの直売店まで買いだめに来るほど熱烈ファンの観光客もいるそうですよ。そして今回丸吉塩せんべいでは、海と日本プロジェクト in 沖縄県と連携し、この天使の羽のパッケージにチェンジフォーザブルーのロゴを表示しました。この、天使の羽はもう子どもからお年寄りまでね、たくさんの幅広い層に人気がありますので、結構多くの人にこの天使の羽のロゴも見てもらえると思いますし、会社としてももっとまた他の商品にもね、ロゴをつけたりしていって、今後また環境問題とかにもちょっとお手伝いできたらなという思いがあります。皆さんに意識を持って参加してもらう、海をきれいにこれからやっていこうっていうふうに思っていただけたらということですね。海と日本。